こんにちは、川野ゆうまです。あっという間に12月になってですね、冬らしく寒くなってきたと思うんですが、皆さん美味しく元気にコーヒーを楽しんでいますでしょうか。12月はまあどの会社にとっても、どの仕事でも忙しい月だと思うんですが、実はコーヒー屋にとっても忙しい月でですね、例えば焙煎をやっているコーヒーショップだったら、卸先の飲食店レストランが忙しくなるので、まあ豆の焙煎量、出荷量っていうのが増えていったりとか、例えば年末年始用のコーヒー豆を買ってくださる方がいて、オンラインショップだったりとか店頭での豆販売が増えたりとか、あとは結構ね、意外とその早く、まあ、冬休みを迎えたりする方もいたりするので、20日以降、まあ、25日以降とか特にコーヒー屋は結構にぎわいます。年始とかもね、意外と開けるとお客さん来てくれて、まあほとんどのお店が、僕らも3日間は、年始は3日までも休むんですが、開けると意外と1日からやってるお店、コーヒー屋さん少ないので、まあ来てくれたりというところで、12月から1月の年始にかけては割とコーヒー屋さん忙しい季節だったりするんですよね。で、まあ僕らも、福袋を売ったりとか、クリスマスコーヒーを売ったりとかっていう感じで、まああやかってというか、季節に合わせてコーヒーを、まあどんどん盛り上げて届けようとやって準備しているところです。まあこの、ラジオ配信、コーヒーラジオというタイトルにしたんですが、まあ、前回11月から始めて、まあ基本的に月に1回は、こんな感じでお話していこうかなと思ってるんですが、ちょっとこうラジオ的な感じで、まあ動画ではなくですね、お話メインで、まあ何か作業をしながらとか、なんか移動中とか、そんな時にも聞いていただけたらと思っています。で、お話にね、僕も集中できるんで、結構熱い話多めになるかなと思っているので、まあ飽きずに聞いていただけたら嬉しいなと思っています。というわけで、12月1日、今月の配信、ラジオ配信ですね、スタートしていきたいと思います。前回ですね、初めてのこのラジオ配信をして、いくつかというか、めちゃめちゃコメントをいただきました。多分僕の動画史上一番、コメントをいただけた、ものすごい盛り上がったコメント欄になっていて、めっちゃ嬉しかったです。皆さん反応いただいた方ありがとうございました。まあ、ちょっとね、試験的なというか、お試しで始めた気持ちもあったので、まあ、リアクションいただけて、あ、これはやる価値があるなと、お話ししていこうかなと思えたので、皆さん、今回もまた何か、聞いていて、ご質問でも、リアクションでもコメントいただけたら嬉しいなと思っています。前回のラジオ配信でのコメント、ちょっと2つぐらい読み上げると、1つが、ラジオ配信嬉しいです、何か他の作業をしながらとか通勤中とか聞きやすくてありがたいです、これからも続けてほしいですといただいてます。ありがとうございます。作業しながらっすね。そういう感じで、まあ緩く聞いてもらえたら全然いいんで、まあ真剣にふむふむっていう話はそんな少ないかもしれないですけど、僕もまあ聞きやすくゆるく話していくつもりなので、まあコーヒーの話がメインですけども、聞いていただけたら嬉しいです。あとがいただいているコメントが、お話に集中して聞けるのでとても良かったです、私も熱があるうちにやりたいことどんどんやっていこうと思いましたと、ありがとうございます。そうですね、前回はまあやりたいことはまあ早めにというかね、将来どうなるか分かんないし、自分の気持ちも3年後5年後変わってるかもしれないし、やりたいことのビジョンが変わってるかもしれないんで、今やりたいっていう気持ちこそ、まあ僕は、まあ例えばコーヒー屋を始めるとかバリスタになるっていうところだったら、今やりたいっていうことが真実だと思うんで、まあ今やりたいっていう気持ちを大事にみんなで動いていけたらいいかなと思ったりして、まあそんな背中をね、押せたらのとも思っています。はい、もう一個、熱量高めで心地いい時間でした。コーヒー屋の自分の店の下りのところ同様に、川野さんの好きにやってほしいです。むしろフォロワーはそこに魅力を感じていると思います。というコメントも前回いただいてますね。ありがとうございます。そうなんですよね。そうかもしんないですね。まあちょっとこの、まあ、このコメントはすごい、芯を食ってるなとも思ったんですけども。まあちょっとこう、自由に話せるからこそ、僕の好きな、こと、コーヒーへの好きな気持ちとか、どう好きなのかとか、まあそんな僕の自由に好きに、ちょっとお話をしていくつもりなんで、まあ聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。今日はですね、まあ何の話しようかなとも思ったんですけども、まあ一つ僕が、まあ、コーヒー屋を始めるまでのお話をしようかなと思ってます。
さっきの質問にあったみたいに、まあ、ちょっと僕がなぜコーヒーを好きになったのか、どんなとこが好きなのか、そしてなぜ店をやろうと思ったのかっていうのをあんまりね、こう自分からこう聞かれたら、なんか取材とかそういうのだったら答えたりしますけど、自分から話す機会はないんですが、でもまあこういうラジオだからこそ、ダラダラと話せるし、まあ前回にもあったような、こうじゃあいざコーヒーをやってみようとか、なんか好きなことやってみようとかっていうふうに思ってる人がいたら、まあその一つの、僕の場合はね、ちょっとこうネジが外れた、だいぶ沼に足を突っ込んでしまっている変な事例かもしれないんですけども、まあ参考にというか後押しになったらなとも思いつつ、ちょっとね勝手に語ってみようと思っています。で、まあ僕が、コーヒー屋を始めたのは2014年の7月31日で、まあ、今年というか来年ですね、まあ今期で10周年になるという10年目のコーヒー屋です。もう気づいたらね10年やってるんですけど、当時は僕は、大学3年の頃だったかな、コーヒー屋を、東京の吉祥寺で始めて、で、そこから今に至るんですけども、当時なんでまあコーヒー屋を始めたかっていうのをちょっとね勝手に話そうと思います。最初ね、僕がコーヒーと出会ったのはアルバイトで、エクセルシオールカフェっていうドトール系列の、コーヒーショップチェーン店で、アルバイトを始めたところから僕はコーヒーとの関わりが始まってですね、まあ大学入ってまあアルバイトしようってみんな思うじゃないですか。お金をね、貯めたり稼ぎたいというか、思うので、で、バイトするなら二択で、大学の近くか家の近くか、みたいな。で、大学の近くの方が都会で、まあ、賑わった街だったと思うんですけど、大学の近くでバイトする方が選択肢多いんですけど、でも、休みの日とか大学の授業ない日はバイトできないなって思って、じゃあまず自分の家の近くの方でバイトしてみようっていうふうに思ったんですよね。それで家の近くでいくつか、まあ、探して歩いていると、まあなんか同世代の人が働いてていい雰囲気だなっていうだけの理由で、カフェという仕事、職場に魅力を感じて、でその中でもまあいくつかチェーン店あったんですけど、最も働いてる人がまあ自分の世代に近かったお店にしたというのが最初のまあ応募のきっかけだったんですよね。っていう、まあコーヒー好きとか関係ない、本当に軽い気持ちで働き始めて、で、まあ、機械抽出ですけど、コーヒーメーカーで落としたドリップコーヒーと、あとは、エスプレッソとかラテとかはマニュアルで、ボタンポチじゃなくて、ちゃんと、エスプレッソをグラインダーで引いて、それをタンピングして、エスプレッソマシンにセットして、ボタンを押して、で、そこにミルクをスチームして、注いでいくみたいな感じでラテも出してて、なかなかそんな、マニュアルでそんなやるお店も、今考えると少ないかもしれないですけど、すごいそこはすごいありがたくて、で僕はそこで、まあ、最初はレジとか洗い物から入っていくんですけど、ドリンク担当になって、ドリンクでこうコーヒーをこう、まあ、作って出していくっていうことがすごい楽しかったんですよね。まあ、最初はね、なんかそれで味がどうとかコーヒーがどうとかって話よりかは、ただなんかねさばいていく、オーダー結構たくさん来るんですよ。レジ2個あってバン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 、カフェラテ、カフェモカバン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 来て、それを例えばこの2個の組み合わせだったら、先にこのミルクをここに注いでおいて、その間にエスプレッソをこうやって落としながら、落としてる間に、これをして、ソースをこうして、でちょうどエスプレッソが落ちきった後にすぐパッとこうやって合わせてみたいな感じの、なんていうんですかね、同時並行的にいろんなオーダーを組み合わせて最短最速でうまくコーヒーを出していくみたいな、なんかそんなちょっとゲーム性があるような、そんな感じで、こう、まあ、言ってしまうバリスタって仕事かもしれないですけど、味っていうよりかは、こう、どんどんドリンクを出していくってことがすごい楽しかったんですよ。で、そっから、まあ、いくつかステップがあったんですけど、最初は、まあ、ラテアートですかね。で、まあ、スチームして注ぐっていう風になっていくと、ミルクの泡立て方とか教わったりするんですよ。で、マニュアルで、ミルクピッチャーに冷たい牛乳を入れて、でスチームノズルっていう蒸気が、熱い蒸気が出てくるノズルがエスプレッソマシンの横についてるんですけど、それを、ミルクピッチャーに差し込んで、で、スイッチを入れると、ひねると蒸気がジャーッと出てきて、その蒸気で、蒸気ってのは空気じゃなくて、まあ、水分なんで、これ蒸気だけだったら泡立たない、温まるだけなんですけど、水面ギリギリのちょっと上に
このスチームノズルの、蒸気が出てくるところをセットしてスイッチを入れると、その液面との間に空気があるんです。その液面との間の空気を含んでミルクのピッチャーの中に空気がボコボコっと入って泡になっていって、でそれをすごい強い勢いで中でピッチャーの中で渦を作っていくと、入った粗い泡がどんどん細かくなっていって、きめ細かい、まあ、フォーム、スチームミルクと言われる滑らかな、まあ、ほんとホイップクリームみたいな感じのトロトロの質感になっていくと。でそれをエスプレッソに注ぐとラテになるんですけど、その泡立て方をめっちゃ練習したりしたので、やっぱりなんかこう YouTube とかで、当時ね、今ほど YouTube そんな盛んじゃなかったかもしれないですけど、 YouTube とか探して、でミルクの泡立て方とか見てるとラテアートっていうのが出てくるんですよね。でやっぱりやりたくなって、ハートから、練習してミルクピッチャーを近づけたら白いものが浮かんできて、最初何にも出てこないんですけど、綺麗なミルクを作れるようになると浮かんできて、で、ピッチャーを近づけてグッと上に引き上げて、こう切るようにピッとやるとハートの切れ込みが入って、丸に切れ込みが入るんでハートの模様になって、そこから、そのハート綺麗な模様でお客さん出すと、たまに、ね、リアクションくれるお客さんがいて、おーみたいな、おなんかめっちゃ綺麗みたいな感じで言ってくれる人いるんですよ。でもうそれ嬉しくなっちゃって、でそこからまあどんどん練習してリーフの模様を描いたり、なんかレイヤーが入ったあのハートチューリップ練習したりとか、まあそのぐらいやってたんですよね。でそれ勝手にやってて、まあ一緒にバイトしてる仲間とかにうまいのができたら見せたりしてたんですよ。楽しくてしょうがなくて。でその辺で多分一つ、家でもこういうエスプレッソ系のドリンク、ラテとか入れたいなって思ったんで、安くてもエスプレッソマシン買いたいなと思ったんですよ。まあ、ちょっとこの辺から僕のちょっとこうあれが出てますよね。こう好きになったものをどんどんなんか追求しちゃう性格というか、うん、のめり込みやすいタイプなのかもしれないんですけど、最初ね、何買ったか、まあ、そこの、まあ、エスプレッソマシン買いたいな、家で練習とかラテ作りたいなっていうのと、多分、どっちが先か分かんないですけど、同時並行で、たまたま他店舗の、店長さんが、他店舗の他の2人のスタッフを連れて、ヘルプに来てくれたんですよ。でその他店舗の店長さんがめちゃくちゃラテアートが上手い人で、まあよくよく聞くと、まあなんか最年少でマネージャーになった人とか、あとなんか、その後ラテアートの世界大会で優勝されたりした方なんですけど、すごい、まあ今でもコーヒー業界で活躍されてるすごい方で、たまたまそのヘルプに来た他店舗の店長さんが、そのすごい人で、で、目の前でちょっと休憩ラテいるみたいな感じで、ラテアート見せてくれたんですけど、えげつない、なんかね、注ぎだけで、スワンを2匹作るんですよ。まあそのスワン2匹っていうのはその人の、オリジナルのというか、その人のラテアート、って感じなんですけど、葉っぱ描いて、その葉っぱの両サイドにスワンが2匹いるっていう、ラテアートを目の前で注ぐだけですよ。ピンとかで、クマさんの顔を描くみたいに模様を描くんじゃなくて、注ぎだけでなんか魔法のように、何これみたいな感じで、まあ、ラテアートしてくれて、まあ、ラテアートの原理っていうのはさっき言ったみたいに、ミルクピッチャーを液面に近づけると、泡とミルクが一緒になったこの液体を、まあ、エスプレッソに注いでるわけなんですよね。で、ミルクピッチャーの先端をエスプレッソの液面にめっちゃ近づけると、エスプレッソの中にミルクが潜り込む落下の勢いが減るので、減るというか、そんなね、高いとこから注げば絶対下に潜り込むんですけど、表面に浮かばせるように近づけると、泡の部分だけがスーッと上に乗っかってくれる。それで白い模様が浮かぶんですよ。逆に、高いとこから注いでるうちは、全部泡ごと下に潜り込んで、浮かんできても茶色い模様になるという、茶色い色になるという感じなんで、まあ、このミルクピッチャーどう近づけるか、いつ近づけるかとか、近づけながら振ると、その流れる勢いとかで、葉っぱのこの、もやもやもやというか、左右にこう、広がるような、模様になっていったり、そんなのを組み合わせながら、じゃあ一回注ぎをやめて、ちょっと別の場所に移動してそこで振ったりとか、みたいな感じで模様を作っていくんですけど、その、まあ、初めて見たスワンのラテアートがすごすぎて、いや、かっけえと思って、マジかっこいい、かっこいいと思って、そこで熱が入って、エスプレッソマシン家で買って練習しようって思ったりとか、あとはそのヘルプで来てくれてた他の二人、のメンバーも同じようにその店長がそんなすごいかっこいい人なんでラテアートに目覚めていて、で僕も 家で始める前だったけど、お店でラテアートを勝手にやってたんで、その2人とめっちゃ意気投合して、
なんか練習会しようみたいになったんですよね。で、その他店舗の店長さんが、僕のとこだったら、お店クローズしてる時間使っていいよみたいなことを、一応こう申請して、許可もらったりして、使っていい時間だけ自分たちで、掃除とかもちろんしながら、牛乳とかあと豆とかを持ち寄ったりして、それで練習をさせてもらったんですよね。で、その時にその2人とめちゃくちゃ仲良くなって、ラテを練習しながらもだんだんラテの美味しさとかもみんなで感じるようになってきたんですよ。で、僕も家で確かね、最初アスカソっていうスペインのエスプレッソマシンメーカーの5万ぐらいのエスプレッソマシンを買いましたね。6万、忘れましたけど、結構かっこいいんですよ、アスカソ。ぜひ検索してみてください。めっちゃ可愛くてかっこよくて、で、このマシンで家で、エスプレッソ系のドリンク作って、カフェモカとかも好きだったんで、 お父さんお母さんに作ってあげてたり、で、それ、それをいいことに自分の練習にしたりみたいな感じで、飲まないみたいなのめっちゃ言ってましたね。で、飲んでくれるんだったら僕の練習の機会になるんで、喜んで作ってっていう、そんな感じでラテアートにハマってたんですよ。ただその3人組でなんで美味しさに目覚めたかっていうと、当時そのラテアートが好きだったんで、他のコーヒー屋にラテアートを見に行くっていうのをやってたんですよ。カフェ巡りを始めたって感じですね。で、最初はそのラテアートが有名なお店いくつかあったんで、自分も練習してるし、その3人でみんなで、お店借りたりして、豆とか牛乳持ち寄ったりして自主練をしてたので、もっと上手くなりたいと思ったし、もっとすごいラテアート見たいと思ったしっていうので、みんなでちょっとこうラテ飲みに行こうよみたいな感じでいくつか回ってたんですけど、その中でいろいろ回ってるうちにめちゃめちゃ美味しいお店がいくつかあって、だから同じラテアートが綺麗だったとしても味と直結するかどうか別の問題だってことに気づいたんですよね。例えばめっちゃラテアートがすごいけど、味としてはラテアートがシンプルなお店の方が美味しいなってなって、もちろんね、その当たり前でラテアートは結局見た目なんで、見た目が美しいっていうことと味が美味しいか素材がいいかっていうことは別の問題だったりするんで、途中でやっぱ結局ラテアート目当てで行ってラテを飲んでも最終的に飲むんで、飲んで満足するかっていうところが結構なんかモヤモヤすることもあれば、めっちゃ美味しかったなって思うこともあって、そういう話がね、その3人とかで行くとすごい熱く盛り上がるんですよ。今日のお店めっちゃ美味しかったよねみたいな。で、その中で1個ラテ飲んでる中で衝撃的なお店があって、それがオニバスコーヒーで、今も大好きなお店なんですけど、東京の最初はね、奥沢、自由が丘の隣駅ですね。で、そこで始めて、いるお店で、もう何店舗もあるお店なんですけど、知ってる人はね結構多いかもしれないですけど、そこ行ってラテ頼んだ時に、エスプレッソにエチオピアのナチュラルプロセスのコーヒーが当時ブレンドで入ってて、そのブレンドのエスプレッソを使ったラテがもう強烈に甘くて、本当アポロチョコみたいな感じの、もうびっくりしたんですよね。もう一瞬でなくなりましたね。で、もうそっからコーヒーの味って何なんだろう、どうやったらその美味しいコーヒー作れるんだろうってことに興味を持って、みんなでもっと美味しいコーヒー屋さん巡ろうみたいなことをやったりしてました。ラテアートの方はですね、その辺で確か2012年だったかな、2012年に大会に出ようみたいにまで盛り上がっていて、カフェ巡りしながらだったんですけど、全国大会になんかこう写真を何枚か送って、で、大会本戦とかでなんかこうみんなで同時に3杯とか作って、その美しかった人がどんどん勝ち進むみたいな感じで、僕はなぜか、ビギナーズラック的なのがあったかもしれないですけど、全国大会の決勝に行って、で、優勝するに至って、で、そこから結構僕としても、そのチームで活動してたみんなとしても、なんかこうコーヒー業界と絡むことが多くなってたんですよね。大会の決勝は3人でですね、確かマシンが3台壇上にあって、カメラとか回されて、スクリーンにその注ぐ様子とかがそれぞれ映るっていう感じなんですけど、みんなで5杯決勝は作って、1人5杯ですね。なんで、じゃあ1杯目って感じで3人が1杯目を作ると、で、ドンって出して、で、 1位2位3位を、審査員が8人ぐらい、コーヒー業界の人がいて投票していくと、1には2票、2には1票みたいな感じで、1杯目、2杯目、3杯目、4杯目、5杯目と5回やって、5回の総合得点で、優勝を決めるみたいなやつで、僕は何書いたかも忘れちゃったんですけど、葉っぱ5枚書いたりとか、
ウェーブの模様を描いたりとか、いろいろして、みんなねやっぱ緊張するんですけど、大会は大会のまあね決勝とかになるとみんな練習してきたんで、まあピッチャーとミルクピッチャーとカップがこうぶつかる音でカタカタカタってなるんですよ。こうわかりますかね、ピッチャーをカップに注ぐときに、カップにピッチャーを近づけて注ぐじゃないですか。その時にこうぶつかったりするんですけど、ぶつかるときに手が震えてカタカタカタって音が鳴るくらい緊張するもんなんですけど、僕はもうなんかケロッとしてて背負うもんがなさすぎて、ただの大学生なんで、別にみんなね、会社背負ったり店長でとかコーヒーで有名になるみたいな感じでみんな思ってるかもしれないですけど、僕はもうただラテアートが好きで熱中してただけのボーイだったんで、緊張せずにできて、それで多分勝てたと思うんですけど、綺麗ないつも通りのラテが、ね、作れて、それでまあなんか優勝することもあって、コーヒー屋さんも巡ってる中で結構いろんな人が話してくれたりとか、コーヒーのことを教えてくれたりとか、ここのコーヒー行くのがいいよとかっていうのをそれぞれ教えてくれたりして、でそういうところからなんかこうね、コーヒー業界の人と話すようになってから、まあ、さっきのオニバスコーヒー行って感動したっていうのもそうですし、いろんなコーヒーのことを知ることが増えてきたんですよ。で、もう一個、まあ、そういったコーヒー屋さんを巡っていろんなコーヒー屋さんの話を聞く中で面白いなと思ったのがフグレンで、まあ、オニバスとフグレンがオープンしたのが多分同じ時期ぐらいで、今から12年前とかそんなもんだと思うんですけど、まあ、その時2012年とかそのぐらいですよね。で、その時に、フグレン行った時にフグレンで、まあ、ブラック飲んでみよう、ラテじゃなくて、なんかもうその頃にはブラックの味に興味持ってたんで、ブラックで飲んでみようと思って、フグレン当時ティム・ウェンデルボーっていう、僕もちょいちょい YouTube で紹介しますけど、ノルウェーのオスロに拠点を持っているコーヒー界の神と僕が勝手に呼んでいる存在の人がいて、まあティムさんは本当20代前半とかでバリスタの世界チャンピオンになって、でカッピングの世界チャンピオンになって、そこからあと焙煎の、まあ、北欧での大会のチャンピオンにずっとなり続けていて、まあもう味利きから焙煎から抽出まで、まあ、全部でもう、優勝してるような本当に名実ともに神ですね。でその人が、まあ、北欧のコーヒー文化を作っていると言っても、過言ではないすごい人なんですけど、そのティムさんのコーヒー、まあ比較的浅めのコーヒーです、ティムさんのコーヒーを最初フグレンオープンした時に使ってたんですよ。今でこそフグレンは東京で、のぼりとのロースターで焙煎してますけど、自分たちで焙煎始める前は他のロースターから豆を仕入れていて、で元々ノルウェーから来たブランドなので、ノルウェーにゆかりがあってノルウェーのコーヒーショップの豆を、空輸で仕入れて、結構コストもかかると思うんですけど、ほんと贅沢なことにティムさんのコーヒーを、東京まで持ってきて抽出してたんですね。でその最初ケニアだったかな、ティムのケニアかエチオピアだったかな、をエアロプレスで抽出してもらったのを飲んで、めちゃめちゃビビって、本当にまあオニバスで飲んだフルーティーな甘いラテもめっちゃビビったし、ティムさんのエアロプレスもすごいレモンティーみたいな感じで、もう意味が分かんなかったですね。おいしいのかも分かんない。まあ聞いてる人で初めてアサイリを飲んだ瞬間ってあると思うし、みんななんかこう経験あるかなとも思うんですけど、なんかこうコーヒーが苦い飲み物だと思ってたんですよ。僕はそのチェーン店で始めて、でたくさん飲んでくれるお店、たくさんの人が来てくれるお店で、あこういう味わいをまあ理解できるようになったら大人なのかなと思って働いて、でもそのお店はすごい美味しかったんですよね。美味しかったんだけど、まあ自分の日常にこう趣味として取り入れるほどじゃないかなと。確かに美味しいし、あなんかブラックコーヒー僕今までね大学になるまで全然飲まなかったんですけど、あなんかこのお店のアメリカンだったらすごい結構飲めるな、ラテめっちゃ美味しく飲めるなって思うくらい、まあまあそのお店のコーヒーは全然まあ好きというか満足してたんですけど、でも感動するほどになんか熱中することはなかったんですけど、でもオニバスとフグレンに飲んだコーヒーではめっちゃもう衝撃が走って、なんだこれは、最初ねちょっと受け入れられないというか、これはコーヒーなのかって思うぐらい、これ何なのみたいな、この酸味と果実っぽい感じは何なんだみたいな、だから頭にクエスチョンマークがめっちゃ浮かぶっていう感じで、でまた来てもう一回飲んだ時ぐらいに、これはなんか自分でも、めっちゃ美味しく飲めるし、もっと飲みたいと思うし、なんでこの果実感があるんだろう、なんでこんなレモンティーみたいな感じなんだろう、
まあ、当時はねそういう豆を多分選んでたと思うんですけど、なんでこんなさらっと紅茶っぽい感じなんだろうって、もう意味が分かんなくて、でもそういう意味が分かんないものをに出会うと、僕はやっぱりなんか熱くなって熱中して自分もそれ作れるようになりたい、解明したいみたいな、なんかね、そんな気持ちになったんですよ。で家ではエスプレッソマシンを使って、その時はねアスカソの2代目も買ってましたね。アスカソスティールっていう、2代目のちょっと上流機種を買って、もうちょっとこうエスプレッソの圧力がもっと安定してかかるようなマシンで、よりこうラテの、まあ、見た目だけじゃなくてエスプレッソの美味しさっていうのもなんかね出そうと思ってやってましたね。ちょっとねエスプレッソマシン僕も家庭用結構その時から調べてたんでめちゃ詳しくて、エスプレッソマシンについて語り始めるとちょっとそれだけで20分ぐらいかかりそうなんで、一旦ちょっと、マシンの話は今度しますね。マシンが面白いって話は。でもまあ2代目のエスプレッソマシンを買って、でエスプレッソグラインダーも2代目買って、まあ要は細かく引いて、で細かく引いた粉を詰めて、普通にお湯を上にかけるだけだったら到底通らないところを圧力をしっかりかけることで無理やり、まあ、粉の間にお湯を通していくことで、濃厚なドリップの8倍ぐらいの濃さの液体が落ちるっていうのがエスプレッソなんですけど、まあその中ではちゃんと細かく引けるグラインダーっていうことと、そんな細かい引き目でも圧力でちゃんとお湯が通れる、そのぐらい安定した圧力の、エスプレッソマシンっていう2つの要素が美味しいエスプレッソを作る中だと重要で、まあその中で、まあ1台目のマシン、比較的安めのマシンだったんで、なんか店のエスプレッソと違うなっていうのがずっと続いてて、よりもう圧力がちゃんとかかる、いいやつ買おうみたいな感じで、まあ家でエスプレッソを極めようとしていたんですよね。で、その中で、まあ、味もすごい興味持っていたので、みんなで豆を買って持ち寄って、一緒にドリップし合ったりとか、誰かがエスプレッソマシン、他のメンバーもなんかね、エスプレッソマシン買ったりしてたんで、他のメンバーの家に集まってエスプレッソを入れ合ったりとか、みんなで、大学の学祭に出て、そこでエスプレッソマシン持って、コーヒー出す、ラテとドリップを出すみたいな出展を大学でしたりとか、まあそのぐらいなんかこうみんなで美味しいの作って、そしてそれをなんか出していこうみたいなのにだんだんノリがなっていって、それがすごい楽しかったんですよね。でその中でフグレンでティム・ウェンデルボーさんの、衝撃が走ったケニアを飲んでから、まあ自分もまあその味を作りたいな、どうやったらそんな果実感があって繊細で華やかで、なんか鼻に抜ける香りがブワッとしてて紅茶っぽい感じの、そんなコーヒーがどうやったら作れるんだろうって思ってた時に、まあ、焙煎かなとも思ったんですよ。まあ今でこそ、まあ、焙煎の技術よりもどんな生飴、どんな素材を使うかっていうことが全てなんですけど、当時はそんなね素材がどうとかっていうところまでは考えが及ばなかったので、まずこの軽やかで果実感がある味、つまり深入りではなく浅入りの技術っていうところがすごい核になってるなって、思ったので、自分もそんなコーヒーを作れるようになりたいってなぜかこうスイッチが入ってしまったんですよね。まあなんかどうやったらその美味しさになるのかっていうのを自分でこう知りたいというか、見つけたいというか、自分もそれできるようになりたいというか、なんかそんな風に思って、その仕組みが知りたいというかね、なんかちょっとそういう好奇心とか興味もあったかもしれないです。なんかこう意味がわかんないものが出てきて、苦いと思っていた、苦いだけだと思っていた、その苦い中の美味しさっていうのを見つけていく飲み物だと思っていたコーヒーが、そうじゃない、全く苦味ゼロで軽やかで、そうじゃない美味しさを出しているコーヒーがあった時に、それ何なんだろう、どういう仕組みなんだろう、なんでなんだろうっていう、っていう疑問、興味、好奇心から自分もそれを知りたいなっていうところで、焙煎機を買おうと、決めたんですよね。まあ、家で焙煎しようと。で、ネットで焙煎機を調べるとですね、まあ、8万とか10万ぐらいの焙煎機、電気で動く焙煎機から、もうちょっと安い手回しの、なんかガスの上でクルクルするようなやつの焙煎機とか、フライパンで焙煎もできるよみたいなのもあって、まあ、いろんな焙煎の仕方があったんですけど、でもなんかね、こう、そのティムさんのコーヒーの仕組みが知りたいとか、ティムさんのコーヒーを作りたい。まあ、そんなね、作れるわけ。神のコーヒーなんで、今考えると。ちょっと、おこがましい目標なんですけど。まあ、だからこそ、まあ、ちゃんとした焙煎機を使いたいって思っちゃったんですよ。これもちょっと、あれかもしれないですけど、なんかこう、絶対、フライパンの焙煎で、ティムさんの味にはなんないなと思ったんですよ。で、なんかそこが、ちょっとこう、なんだろうな、
とりあえず焙煎してみるっていうことが目標じゃなくて、どうやったらこんな美味しいコーヒーが作れるのか、自分もこういう美味しいコーヒーを作りたいっていうことが目標だったんで、焙煎のことを知るとか焙煎をやってみるっていうことが、まあ自分のやりたいことじゃなかったので、ちゃんとした焙煎機を買いたいなって思ったんです。で、いろいろ調べてると、富士、日本の焙煎機メーカーですね、富士が出している、1キロの焙煎機ですね、 R101 っていう焙煎機があるんですけど、これを買おうと、これが買いたい、もう買いたくてしょうがないと、いても立ってもいられなくなったんですよ。で、そこでもうこの辺からあれですね、頭のネジがボロボロと、取れ始めているんですけど、まあエスプレッソマシン2台目買ったあたりからちょっとだいぶやばいかもしれないですけど、まあ熱中していってですね。で、まあ確かですね、今はもっと高いんですけど、当時その富士の1キロ焙煎機ってかなり気軽な値段で、まあ、とは言っても70何万とかだったんですよね。で、今は多分100万超えてます。だいぶ値段上がってると思うんですけど、今と比べると当時はまだ気軽だったんですけど、そんなバイト代を使っても70何万の焙煎機到底買えないし、僕は別にその裕福な家庭でそんなお金が有り余ってるわけで全くないので、お金を借りようと思ってですね、融資の相談に行って、で、まずまあ間違えてですね、間違えてというか何も知らないので、一応大学経済学部なんですけど、何にも無知で、本当恥ずかしい話、まあとりあえずこうお金を、融資を得ようってことで、三大メガバンクのうちの一つの赤いところに、融資の相談の電話をかけたんですよ。で、まあ、その相手にするわけないですよね。大学生だし、もう意味わかんない電話だと思います。ちょっと焙煎機を買いたくて、100万円借りたいんですけども、っていう電話を急にして、したらもうその人も、なんか来た来たって感じ。でもその、担当の方がめちゃくちゃいい人で優しくて、そんな意味わかんない電話であるはずなのに、めちゃくちゃ優しく丁寧に接してくれて、まあ結構それがきっかけだったかもしれないですけど、いやまあこういうね、大きい銀行は、まあ、ちょっと個人の人にいきなりこういったお金を貸すとか、あとは少額の枠とかっていうのがあんまりないんで、もしそういうこと興味あったら、信用金庫とかっていう金融機関があって、地域のビジネスとか、小さいビジネスとかを始める人を応援している感じで融資をしてるよって、言ってくれて、なんでまあ例えばこういうところがあるだろうから、ウェブを見てみて、で一応事業計画みたいなのもこう提出が求められるんで、こういうのを作って用意してみると、もしかしたら話聞いてくれるかもしれないよ、一回行ってみたらみたいな感じで、めっちゃ優しいですよね。もう神対応してくれてですね、あ、なるほど、僕はもう言われた通りに、よっしゃって感じで、もうその電話終わった瞬間からすぐ調べて、すぐ窓口行って、焙煎機買いたいんで融資してお願いしますって申請をしたんですよ。で、まあ一応まあ事業計画かけたので、で一応まあ計画を、事業なんでね、仕事ビジネスってことで融資をいただく、趣味でね、家で焙煎するためになんてお金貸してくれるわけないんで、一応豆を焙煎して、それで美味しくなったらブランドを作って、それでオンラインショップで豆を販売する、それで1年目はこんな感じで、2年目3年目、まあこんな感じで伸びていくよみたいな簡単な計画書作ったら通ってですね、通るんかいって思ったんですけど、だって大学当時何年生、2年とかですよ。で、通ってその意味わかんない人が急に来て焙煎機買いたいって言ってやつ応援してくれて、本当にすごい制度仕組みがあるなと、感動したわけなんですけど、通って、それで、すぐ焙煎機を買うことができてですね、1キロ焙煎機がお家に届き、まあ焙煎機を接続するにあたって、排気はまあ煙出るんですけど、そんな浅入りなんで、もくもく出るわけじゃないんで、普通に家の換気扇の下にこうダクト伸ばして、でそれで換気扇吸わせたら全然なんとかなったんですよね。一応換気扇のフィルターだけこまめに交換していれば、まあなんとかなってですね。で、あとガスをつなぐんで、ちょっと家の壁ぶち壊さなきゃいけなくなってですね、ガス管をね、まあなんか延長させて、ほんで分岐させて、お家のガスと分けさせてっていう工事をするために、なんかこう裏側のガス管をこう分けるために壁ぶち破んなきゃいけなくて、ちょっとお父さんとお母さんに、ちょっと自家焙煎になるから今までラテとか、ちょっとね、後半はドリップとか家でちょいちょいやってたんですけど、美味しいコーヒー、さらに美味しいコーヒーをこれから作ってあげるから、ちょっと壁壊すわって言ったら、いいよって言ってくれてほんで壁をぶち破ってガス管が伸びてですね、
念願の1キロ焙煎機が搬入されて、リビングの食卓の横にドカンと焙煎機、業務用、一応業務用なんで置いて焙煎が始まったんですよ。これね、楽しかったっすね。もう最高のおもちゃでしたね。大学生時代何に一番ハマったかっていうと、この焙煎、業務用焙煎機で1キロ焙煎機でとにかく何回も焙煎したいって、もうこればっか考えてましたね。ただ、一般的にコーヒーの焙煎ってコーヒーの釜のキャパ、1キロ焙煎機っていうのは1キロマックス入るよっていうことで、1キロで焼くのがいいよって推奨されてるわけじゃなくて、マックス1キロのキャパだよっていう意味なんですよ。なんで、よく言われてるのはキャパの6割の生飴で焙煎するのが、まあ焼きやすい、安定するって言われてて、なので1キロの焙煎機だと 600g の生飴で焙煎するのが良くて、だいたい浅煎りだと焙煎した後生飴の水分が抜けて豆が軽くなっていくんですけど、だいたい 13% から 15% ぐらい豆の水分が飛んで軽くなります。なのでだいたい 600g 投入すると、上がりはその 600g の 87% ぐらいの重さになって 530g とか、そんな感じの一発焙煎、一発で焙煎の量になります。 530g って家で消費するには多いと思うんですよ。しかも僕一人っ子なんで、両親二人で三人で消費するには結構しんどい量なんですけど、バンバンラテを作ってあげて、もう3杯ずつ家で作ってあげて、そうすると、一杯で 20g 使うとして、調整するとして、30平均使うとしたら、30g×3杯90g×2人分で、1日自分の分入れたら 200-300g 使うぐらいのペースになっていったんですよね。で、さらには豆持ってって、もうとにかく、次の焙煎をしたいから、今焼いた焙煎は早く消費したくて、次はこんなトライしたい、次はこういう風に焙煎したいっていうのがどんどん湧いてくるから、焼きたくてしょうがなくて、大学に豆大量に持ってっては、授業終わった瞬間に、ティファール、この、大教室のコンセントにぶっ刺して沸かして、ほんでエアロプレスでコーヒー入れて、教授とかに、あと友達とかに、最近焙煎しててさって何それみたいな感じで、配ってあげて、そんな感じでかなりね、あの豆を消費してる、してたおかげでどんどん焙煎してて、で焙煎もね、まあ結構自分で味を作りたいなって思ってて、なんか焙煎の勉強の仕方って結構ね、質問もいただくし、いろんなスタイルがあると思うんですけど、僕はなんかね、どっかのお店の焼き方に染まるっていうのが悔しいし、なんか答えを見つけることにならないなってって思ったんですよ。真似っことになっちゃうなって思って、それがなんか嫌だったんですよ。ティムさんのコーヒーで感動した、まあ、そこからティムを作りたいっていうところからさらに拡張して、こういうなんか果実味あふれる、透明感あふれる、軽やかででも甘さがあるような、そんなコーヒーを自分も焙煎できるようになりたい。そういう焙煎って何なんだろう、まあもしかしたら、まあ、仕入れかもしれないし、焙煎機かもしれないし、焼き方温度時間かもしれないけど、まあそれをなんか掴みたい、自分もそれをコントロールできるようになりたい、これかな、まあ、そんな感じの気持ちだったんで、じゃあこの数字で焼くとこの豆はうまいよっていうなんかデータとかレシピをどっかのコーヒー屋から教わって、それ通り焼いて、はぁ、美味しくできたってなったことが、まあ僕のなることが目標じゃなくて、なんかそう解明したかったんで、だからもう実験ですよね。一から、何にもこう取っかかりなく一から、焙煎をまずやってみて、まあ全然美味しくなんないんですけど、やってみて、で、まあ、一ハゼっていうものがあるもの、ことに気づいて、焙煎してると途中でですね、生飴、ちょっと薄緑色の豆を熱い釜に入れて、火をかけていくんですよ。でそうすると、その釜が、まあ、なんですか、円柱型、まあ、ドラム缶を横にしたようなものが、ぐるぐる回っていて、その中に豆が揺さぶられて、ぐる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 、じゃん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 と、まあ、回っている中に下に火があるっていうか、そんな仕組みなんですけど、まあその途中でですね、なんかポップコーンみたいに豆が弾ける瞬間があって、ポンポンポンって感じで音が鳴るんですよ。これをハゼって呼んでいて、1回目のポンポンポンっていうところを1ハゼ、実は2回目もあって、2回目パチパチパチって鳴るんですけど、2ハゼっていうのがあって、で1ハゼのパチパチ、ポンポンポンって鳴ってから何秒で引き上げるかっていうところが結構、コーヒーの風味の発達を決めるよっていうことを、まあネットの記事とかで見つけて、でまあよくよく調べると、それディベロップメントタイムっていう、用語がつくぐらいキーな時間だったりするんですけど、とか、焙煎し始めてから引き上げるまでの合計時間、なので合計時間の中に、1ハゼからの最後までの時間があるっていう感じですね。例えば、0秒からスタートして焼き始めて、まあ、目ざーって入れた瞬間が0秒だとしたら、例えば9分のタイミングで
ポン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 ってなったとして、で10分で引き上げたとしたら、合計時間は10分の焙煎。で、その中の9分から10分の間がポンポンポンってなった後の時間なんで、この1分間、10分マイナス9分の1分間がディベロップメントタイムっていう感じなんですよ。で、こうなると変数が2個あるじゃないですか。じゃあ10分の間でディベロップメントタイムが1分のものと1分半のもの、きっと味が違うし、ディベロップメントタイムが1分のものでも合計時間が10分のものと11分のもので味が違うだろうし、っていう、まあ、変数が2個時間の中にもあって、さらには、まあ、最終温度っていうのもあって、結構これはね、まあ、パッと直感で温度大事って思うと思うんですけど、焼き上がりの温度ですね、最終的に引き上げる時の温度、これも変数になって、でこの3つの変数をどんどん比べて自分で実験してみようって思ったんで、まずまあ、ディベロップメントタイムが一緒のだけど合計時間が違うもの、7分焙煎、8分焙煎、9分、10、11、12、13みたいなサンプルを作ってみて、まあ、どうやってやるかっていうと、あの1ハゼって決まった温度で、だいたい同じ豆だったら決まった温度でポン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 って弾けるんですよ。で弾けるっていうのはこう、ま、豆が持っている水分量が、中のこう蒸気がこう限界になって、圧力が限界になって熱すぎて、まあ、これ以上の温度になると中の水蒸気がポンと外に逃げるくらい、まあ、破裂するというかポンとなるっていうのが、まあ原理なので、まあ、どっかの温度になると、決まった温度になると、この豆は180度になるとはぜるみたいなのがあったりするんで、例えば、まあ、どうやってコントロールしたかっていうと、合計時間7分でディベロップメントタイム1分だと、で180度ではぜるとすると、ちょっとややこしい話を急にしますけど、はぜる温度に狙った合計時間の1分前に、到達すれば、ディベロップメントタイムが1分になるんですよ。まあ、例えば7分の合計時間で、ね、狙ってたら、6分のタイミングで180度になれば OK。で、逆に11分でディベロップメントタイム1分を狙うとしたら、10分のタイミングで180度になれば OK っていう感じで、こうまあ中間目標、ハゼの温度を何分に持っていくか。まあ、つまりそれまでの火力とか、もしくはそれまで最初始めるときの温度高めから始めた方が、同じ火力でもそこに早く到達するし、低いとこから始めたら同じ火力でもそこに到達するまでは時間かかるしみたいな、まあそういうのを組み合わせながら、まずこう、まあディベロップメントタイム、ハゼ後の時間が一緒だけど合計時間が違うものを、いろいろサンプル作って、ああなるほど、この時間が伸びるとこういう味になるのか、自分が目指したいのはこういう感じだなっていう、なんかこのそこの変数が味に与える影響をこう実験しながら掴んでいって、逆に今度、合計時間は一緒だけどハゼ後の時間、ディベロップメントタイムは違うような焙煎を10秒刻みとかで作っていって、浅いっていうこういうことなのかな、結構そこはなんか浅入り深入りに直結するとかなんですけど、短すぎると逆に青臭いし、長すぎるとこんな感じの、苦味がちょっと出てくるのかなとか、なんかそんなのをこう実験して、であとは最終温度が 0.5 度単位で違うようなサンプルをバーって作ってて、まあ、とにかくそういうのをテイスティングしまくってたんですよ。でその中でなんとなく自分が目指したい方向性はこういう温度のコントロールで、時間的にはこういう風にして、でハゼの温度をこういう風に持ってきて、そのためには投入温度はこのぐらいでみたいなのがなんとなくこうだんだんつかめるようになってきて、まあ、つかめるようになるまで多分100回ぐらい焙煎してるんですけどっていうのに至るまで、とにかく豆をね消費して、次こんな実験したい、次これで焼いてみたい、なんなら一発で3回ぐらい3個ぐらいサンプル作りたいみたいな感じで思っていたので、まあ、大学とかに配ったりとかして、とにかく豆をね消費してたんですよ。ネットショップで、5キロとかで買えるサイトがあったんで、そういうところで最初ねガテマラとかで焼いてましたね。ラフォーリー農園とか、僕もすごい懐かしいんですけど、でコスタリカのカンデリージャ、今も扱ってますけど、懐かしのコーヒーですね。そんな感じずっと焙煎をして、で、2月に焙煎機を買ったんですけど、6月7月ぐらいで、まあちょっとなんか友達に、その一緒にコーヒーを始めた2人、コーヒーの仲間にも飲ませるようになって、飲ませてもいいぐらいの味になってきたんで、だと思ってきたんで、飲ませながら、でまあやっぱ僕が焙煎始めたっていうのをみんな知って、かなりみんなも同じようにコーヒーに熱くなっていたので、じゃあその思い入れのあるフグレンで飲んだ感動のティムさんのところにお店行ってみようよってなって、ヨーロッパに2ヶ月間コーヒーを飲むためだけの旅に出ようっていうことを決めたんですよね。でそこから、まあ、バイト代を費やして、それはもうさすがに融資とかじゃないんで、とにかくバイトしまくって、夏休み前までめっちゃ働いて、もとにかく働きました。で、お金をまあ小さいですけど貯めて、ヨーロッパの航空券、まあ、一番安いやつ買って、当時ねいくらだったかな、往復で10万いかないようなチケットがあった、まあ、本当かな、あった気がします。
なんかそんなすごい安いチケットで、行ってですね、まあせっかく行くならみたいなのを欲張っちゃって、ヨーロッパ行くともう隣の国に行くのが格安航空券で6000円とかでパッと行って、まあ日本でいうとこの隣の県に行くみたいなノリでパッと行けるんで、じゃあイタリアのエスプレッソ飲みたくないとか、じゃあ間のフランス行こうよとか、だったら北欧もノルウェーだけじゃなくてデンマークも行きたいし、って感じでどんどん増えてって、最終的に何カ国行ったかな、9カ国ぐらいただコーヒーを毎日飲み続けるっていうすごい旅に出て、最初イタリアのローマに着いたのかな、でローマから、渡ってってパリに行って、パリ行って、そっかロンドンに行って、そっからオスロ、ノルウェーのオスロに行って、デンマークのコペンハーゲンに行って、あとはスウェーデンのストックホルムに行って、フィンランドのヘルシンキに行って、ちょうど経由便が都合よかったんでトルコの、イスタンブールに行って、そっから、日本に帰ってくるっていう感じで、行ったんですけど、まあまあその旅がすごい、まあ、自分としては刺激的で、毎日ねコーヒー飲んでたし、クラシックなイタリアのねもう伝統あるエスプレッソから、イケイケのコーヒー屋まで、でそして神のお店まで、行って、まあちょっとこれも話すと長いんであれですけどね、まあまあそれがすごい刺激的ですね。で行くときに、あのなんかねこのお店はみたいなとこはアポ取って行ったんですよ。例えばロンドンコーヒーショップ、ロンドンスペシャルティーコーヒーショップトップ10とか調べると、まあなんかランキングみたいなの出てきて、その上位のお店とかすごい有名店ですよね、はなんかお話聞きたいなと思ったんで、あのメールとか、当時 Facebook とかですね、インスタまだ流行ってなかったんで、あのメッセージ送って、まあ、東京でこんな感じで実は趣味ですけど焙煎してて、でよかったらいろいろ見たいっすみたいな、すごい無邪気なメール送ったら、みんなねめっちゃ優しくて、よく東京からはるばる来たなみたいな感じですごいウェルカムしてくれて、もうどのコーヒー屋も絶対断らない、もうすごいマネージャー陣とか幹部とか社長が待っててくれて、もうよく来たなみたいな、何歳なんだもう若すぎやろ、よくやってんなみたいな感じでいっぱい熱く話してくれて、飲んだこれ飲んだみたいな感じで、あのある日はアポ3つ重ねてる、まあ、ロンドン行った時かな、行きたいコーヒー屋ちょうどねこの日に来てっていうのが朝と昼と夕方ってある日があって、ほんでね頼んでもないのにありがたいことに、ドリップ飲んで、今日はエスプレッソ飲んだ、マキアト飲んだ、ラテ飲んだ、カプチーノ飲んだみたいな感じで1店舗が6杯ぐらい出してくれたりしたんですよ。で3つ行って、確かに13杯かな14杯ぐらい飲んで、で当時その残すっていうことも知らなかったんで、で残したらもう失礼だと思って全部飲んだんですよ。そうするとですね、もうね歩けなくなってですねカフェインの摂取しすぎで、ちょっとねこれ良くないですね。やっぱ僕は今でも1日3杯ぐらいが限界ですけど、限界っていうか健康的に気持ち悪くならずに飲める感じなんで、3杯ぐらいで抑えてるんですけど、10超えるとちょっとフラフラしてめまいして、なんかあのアルコールで酔っ払った時のきついバージョンみたいな感じで、抜けないんですよずっと、翌日までずっと続いて、それがきつかったですね。でぐらいコーヒー屋に行ってなんかね焙煎してる様子見せてもらったり、焙煎のグラフ見せてもらったりとか、カッピングしたりとか、どういう風に豆を仕入れて、どういう風に品質管理をして、どうそのカフェのに流してバリスタどう調整してるのか、いろいろ見せてもらったりして、もうねそれがすごい濃い経験だ。そんなの毎日やってたんですよ。コーヒーコレクティブ行って豆、あその時僕も焙煎した豆を40パックぐらい詰めてって、とにかく会うコーヒー屋の人にもう配りまくってたんですよ。実際焙煎しててって言って、そうするとお返しに、じゃあこれあげるよっていう感じで、あの、まあ、なんか今でこそね、わかるんですけど、コーヒーも豆をコーヒー屋がもらったら、お返しにコーヒー豆あげるみたいな、ちょっとそういう交換文化があって、めっちゃ豆ももらって、すごい嬉しかったし、お店によっては、あ、じゃあなんか、焙煎して一緒にカッピングするみたいな感じで、あの、カッピング会に誘ってもらったり、僕らと一緒にコーヒーコレクティブとかで、確かね、お客さん呼んで、僕が焼いた、まだこうプロトタイプ的な、豆なんですけど、焙煎始めて3ヶ月、4ヶ月、まあ、もうちょっと経ってる、半年ぐらい、みたいな、豆で一緒に並べて、コレクティブと一緒に並べて、デンマークのコペンハーゲンにある超有名なコーヒーショップなんですけど、そういう経験をね、積んで、みんなからコメントもらったり、これ、こういうのが美味しいんだよ、こういう美味しさがいいんだよ、とか、カッピングコメントもらったりして、それが蓄積されて、日本に帰った頃に、かなり、こう、コーヒーのことを理解してたし、美味しさっていうものに対して解像度が上がっていたし、で、まあなんかそっからね焙煎したらめっちゃ美味しく焼けるようになったんですよ。やっぱこう味がすごい取れるようになったんで、味が取れるっていうのはちょっと業界用語かもしれないですけど、味を理解、味が分かるようになってきたんで、まあ自分が入れたコーヒーを、まあ、ドリップじゃなくてももはや当時はカッピングするようになってて、カッピングした時に、あこれはこういう味はするな、
とかこんな要素が足りてないなっていうのがすごいこう明確に分かるようになったんです。なんとなく美味しい美味しくないじゃなくて要素でポイントで分かるようになって、そうするとその前に実験してた、ここの数字をこうすると甘さが伸びる、この時間を伸ばすとこんな味になるとかっていうのと組み合わせて自分が目指したい味わいと今自分が作ってる味のこの差をより細かいポイントでこう出していって、それをどう良くするかっていう修正を、まあ温度時間とかのコントロールでやっていくことでかなり焙煎がうまくなったと思うんですよ。ほんで美味しくなって、でまあそこから日本のコーヒーショップコーヒーシーンを見た時に、もっともっとそういう、まあ、僕が、北欧で感動してきたようなコーヒーを飲む機会が多くてもいいんじゃないかなっていうふうに感じたんですよね。でしかもまあその年で、まあ比較的若いうちに、まあ日本にまだない文化というか可能性があること、ポテンシャルというか、こういうコーヒーきっとみんなに、受け入れられるだろう、喜ばれるだろうっていう可能性に気づいたので、なんかこう、勝手に使命感も感じてしまって、いや、この僕が感じている、まあ、日本でのコーヒー文化のこれからの可能性に気づいている人、思ってる人が、まあ、そんな多くないだろうと思って、まあ、それに、まあ、僕はまあワクワク勝手に可能性を感じていたんで、そんな自分がやるしかないって勝手に燃えてしまってですね。で、そこから一緒にヨーロッパに行った僕以外の二人のうち一人に、まあ一緒に店やるみたいな、店やらないっていう感じで声かけたんですよ。そしたらその子がまあうまかったらいいよっていうことになって、で実際僕のコーヒーすごい美味しくなったんで、ね、その子も確かにめっちゃ美味しくなったね、この美味しさだったら店やってもいいかみたいになってですねほんで意気投合して、まあもう一人はまあ自分で起業するっていうよりかはちょっともうちょい修行したい、海外でも働きたいみたいなこと思ってたんで、まあゆくゆくは、最終的にその子はフグレンのナンバー2、マネージャーになった子なんですけど、その子でなくもう一人の子とまあお店を立ち上げようってことで物件を探して、で、まあ、夏休みに行って帰ってきて、まあ、結構美味しくなって、焙煎調整して、で、そこで、じゃあ店出そうってなったのが冬ですね。冬の年末とかに、じゃあ一回物件探してみるかって感じで探しに行って、結構寒い中街を練り歩いたのを覚えています。で、その時に、まあ、西側で僕生まれ育ったので、東京の西側で育ったんで、西側がいいなと思って。まあ、都会の喧騒の中っていうよりかは、もうちょっと穏やかでコーヒーと向き合えて、ゆっくりコーヒーを楽しめるような場所、出す側も飲む側もコーヒーと、まあ、向き合える場所がいいかなと思って、いくつか広報の街を練り歩いている中、やっぱり吉祥寺がいいなと思って、吉祥寺は、まあ、穏やかな街なんですけど、平日は、住宅街もあって、土日はでも外から多くの人が訪れる観光地というかそんな場所になるんで、こういうコーヒーを、美味しいコーヒー、まだない文化を新しく広めようっていうところに、時にも、まあ、いいんじゃないかと。多くの新しい人が、まあ、来てくれうる場所、街なんじゃないかなっていうふうに思って、やっぱりいろいろ歩いたけど、代々木上原も中目黒も行ったけども、吉祥寺がいいなってなんとなく直感で思って、吉祥寺の物件を探してたんですけど、吉祥寺はね、マジで物件の、特にちっちゃい店舗なんてもう、激戦区中の激戦区で、まあ見つかんないんですよ。で、あったとしても家賃40万とか。まあそんなコーヒーやっていけない、しかもね、その大学生で、ポットでのなんか実績があるわけじゃない大学生が、まずお金的にも借りれない、信用的にも借りれないっていう場所だったんですけど、半年ぐらい経って、5月ぐらいかな。まあ年末の12月から探し始めたとして、5月ぐらいにようやくですね、なんか、まあ練り歩いて物件屋さんに、コンタクト取って、で、物件ないっすかっていうふうに見せてもらうんですけど、まあまあなくて、で、ラーメン屋さん跡地みたいなとこで家賃何十万、そういうのがしかなくて、なかなかないなってずーっと言ってて、もしこういう物件が10坪ぐらいで、家賃このぐらいで、コーヒー屋をやりたいんで、路面で1階で、ちょっと穏やかな場所でもいいんで、でも駅からは何分以内ぐらいで、あったら教えてくださいって。まあないと思うよ、吉祥寺ね、みんな。1年待って出てこないから、みんな西荻に行って、西荻で店出すんだよね。そのぐらい出てこないからね、ってみんな言ってる中待ってたら、連絡、電話来て、一応出たけど、見る?みたいな感じで。で、見たのが、まあ今の、
吉祥寺店の物件だったんですよね。もともとドーナツ屋さんだったんかな。で、駅から7分の場所でちょっとは離れてるけど、まあ、商店街をまっすぐ行ったところで分かりやすいし、正面向かいが公園で、まあ、まさにその建物の、まあ、その物件の中から見る外の景色がすごい緑で美しくて、で、そのなんか、まあ、まさに目指してたコーヒーを穏やかに楽しめる場所っていうところと、まあ、ぴったりあったんで申し込んで、でも、すでに僕の前に5件申し込みがあったんですよ。で、まあ、引っ越しとかね、皆さんされたことあると思うんで、そのなんか申し込みの感じわかると思うんですけど、まあ、基本的に1番の申し込みの人が審査されて、その人が契約しますって言ったらもう契約する。で、5人入ってるってことは、まず回ってこないってことですよね。で、しかもその5件のうち2、3業者は、もうすでに何店舗か、手広くやられてる会社だそうで、実績もあるんで、まあ、ちょっと5件そんな感じで入ってるけど、どうしますみたいな感じになって、いや、まあ一応申し込みますって言って。でもそっから何回もそのね、店の前の物件前行っても、やっぱり良くて、で、ちょっといても立ってもいられなくなって、どうしてもここがいいんで、A4 の紙10枚分ぐらいかな。なぜ僕がこの吉祥寺という街でこの場所でコーヒーをやりたいのか。で、コーヒー屋を通してこんな街にする、こんなことを、こんな文化を僕は作りたくて、そのために僕がこの場所でやりたいんですっていう熱い、どんなコーヒーを出すのか、なんでここなのか、みたいなのを、そもそもシングルオリジンコーヒーテとか、コーヒー文化って、いう話を、熱くですね、写真とともに、ヨーロッパに行ってきた話とか、写真とともに熱く A4 の紙10枚に書いてですね、それを、その仲介業者さんに持ってったら、わ、こんな人は今までいなかったわ、ちょっとこうオーナーさんに渡してくるね、ちょっとオーナーさんに渡しに行ってくれて、で、その物件のオーナーさんが偉く感動してくれたそうで、いや、こういう若者を応援したかったんだよって言ってくれて、じゃあ、まあちょっと異例だけど、どうしても君にやっぱり入ってほしいから他の5件断っとくねってなってですね、まさかの繰り上げというか、僕が契約する権利を得てですね、で、まあなんとか、まあお金もなかったんで、保証金とかもすごい負けてくれて、で、もうギリギリですけど追加融資をもらってなんとかオープンに至ったと。それが2014年の7月31日でしたね。なんで、まあ振り返るとなんかやっぱパッションで動いてきたなと思います。なんか本当に僕は多分打算とか計算が苦手で、なんか5年後こうなっているから、10年後こういう文化になっているだろうから、じゃあ今このことをやって5年後こうなっていてみたいな、そういう目標設定がすごい多分苦手で、今やりたいから、今面白いと思うから、まあ本当にね、真実は本当に今あることだと思うんですよ。3年後どうなってるか、まあ来月どうなってるかも分かんない。コーヒー文化で考えても分かんないんで、自分の気持ちでも分かんないんで、今、やりたいから今やるという、なんかそういう本当にパッションだけで、コーヒー文化見てみたいなって海外行って物件探しも、まあ、いいところ、しっくりくるところが来て、熱く伝えたら、なんとかなってという感じで、コーヒー屋をオープンするに至ったというのが、僕が、まあ、すごい長くなりましたけど、コーヒー屋をオープンするまでのお話って感じですね。そんな感じで、来年10年を迎えますけど、まだまだやりたいことはコーヒーにおいても尽きないので、いろんな楽しいことをコーヒーでやっていきたいと思っています。はい、そんな感じで、もし皆さんもいつかやりたいなって思うことがもしあれば、それは今やりたいっていう気持ちだと思うんで、熱く動いてみてはいかがでしょうかというところで、ちょっと何の話か分かんなくなりましたけども、一旦僕がコーヒー屋を始めるまでのお話にしたいと思います。はい、で、次の、まあ今日話したかったトピック、ちょっとね、今日長めでいきます。まあまあ、いつもラジオ配信はちょっと熱量高め長め、ダラダラと聞ける感じでやっていきたいと思ってるんで、こんな感じでいいかなと思ってるんですけど、まあ、もしね、こんな話してほしいとかあれば、ぜひコメント欄の方に書いていただけたら嬉しいですし、単純に励みになりますし、皆さんの声に従ってというか、なるべく聞きながらラジオ配信にしたいと思ってますので、書いていただけたら嬉しいです。で、もう一つですね、まあ美味しさを伝えるっていうことで、ちょっとコーヒーに関して考えたいなと思ってます。今日はちょっとそういう意味でお店視点、コーヒー屋視点のお話多めで、やっております。まあ僕のお店、さっきの話ちょっと続けるとですね、
お店の名前がライトアップコーヒーっていう名前で、ライトアップ、明るく照らすっていう意味なんですね。まあ、これは一日の始まりに美味しいコーヒー飲むことで、なんかわかんないけど、無意識的にも潜在的にも一日が明るく豊かに感じるっていうところで、美味しいコーヒー通してみんなの毎日を明るく照らすっていうコンセプトで、お店の名前を僕が大学の授業中サボりながらひたすら一番後ろの席で座って、なんか店の名前どうしようかな、なんかみんなが知ってる呼びやすい名前がいいな。ライト、あ、ライトって言葉ってなんか味わいもライトだし、ライトローストだし、明るい、明るさって意味だし、なんかいいな、ライトなんとかかなとかやってるうちに、ライトアップ、あ、なんかこれしっくりくるなっていうので、ライトアップコーヒーっていう風に名付けたんですけど、まあライトアップコーヒーは美味しいコーヒーを伝えようと、しているコーヒー屋さんなんですね。で、まあなんかコーヒーを売るっていうことを考えると、結構なんだろうな、売り方難しいなとも思ってて、これはね、なんか味の作り方、どんな味がいいのか、受けるのか、それとも自分が好きなのかみたいな、コーヒー屋のエゴとお客さんが求めてることの折り合いをどうつけるのかみたいな話もあると思っていて、例えばまあ明らかに誰もが飲まないだろう超酸っぱいとんがった味でも、これオーナーは大好きみたいなのも、それはそれで意味があるんですよ。でも多くの人には広まんないだろうと思うし、逆にすでにみんなが求めてるようなコーヒーを伝えても新しさはないっていうところで、どう、まあ、商品を作るのか、どうコーヒーを作り伝えるのかって、結構よく考えてみると難しいことだと思うんですよ。で、まあ、それについてちょっと話していこうと思うんですけど、まあ僕はお店を始めた頃はただパッションで、さっきも言ったみたいに自分が北欧ヨーロッパで見てきて、でも日本にないから可能性があると勝手に思った、自分が勝手に最初ワクワクしたティムさんみたいな、比較的浅めの焙煎で、でもちゃんと後味甘くて酸っぱくて鋭いわけじゃなくて、でも果実感があって豆ごとの個性があるようなコーヒーをもっと多くの人に伝えようっていうふうに思って、で僕が思う美味しいコーヒーをただ追求してお店で出してきたという感じなんですけど、まあいろんなお客さんの話を聞いたり、どんなコーヒーを出せばいいんだろうっていうお話をいろんな人に聞いたときに、まあ、やっぱり多くの人がこういうコーヒーっていう意見を持ってると思うんですよね。で、でもなんかそれに、迎合しすぎても、こうむしろ伝わんない部分があるんじゃないかなと思ってて、まあ、これは例えばなんかこう、まあ、みんなにどんな味が好きっていうと、割と多くの人がその時点で飲んだ過去の経験に紐づいた好みを言うと思うんですよ。で、それってまあこれから出会うであろう可能性を排除していて、まあ、過去の経験でしかない。で、そうするとやっぱ例えば苦い味が好きっていう風に言う意見が多いと思うんですよ。で、僕は苦いコーヒーも美味しいと思うし、それが美味しいと思う人がたくさんいるのも事実だと思うからこう話してるんですけど、でも僕が思っていた苦いコーヒーで苦いだけだなって思ってた以外の美味しさもあるなっていうことも、まあ伝えられたらいいし、その可能性は、この例えば今、現時点でのみんなの好みを聞いていって、それに合わせようとすると、出てこない答えだと思うんですよね。これからみんなが出会ったら好きになるかもしれないっていう味も一方であって、それを、まあ、いかに寄り添って伝えていけるかっていうことが、みんなの、飲む人の、これからの経験とか、まあ出会いっていうことにつながるんじゃないかなと思って、まあマーケティングの用語でですね、マーケットインっていうのとプロダクトアウトっていうのがあって、マーケットインっていうのは、みんなのニーズとか要望に合わせて、商品を設計したり作るっていうこと。で、プロダクトアウトっていうのは、それを、まあ、それよりも、お客さんの声とかニーズよりも、自分たちが出したいもの、作りたいものを優先するっていうこと。まあ、これがプロダクトアウトで。で、まあ、こういうね、嗜好品の世界って難しいと思うんです。これマーケットインなのか、プロダクトアウトなのか。で、それで言うと僕は、まあなるべく寄り添う形のプロダクトアウトなのかな、まあそれが自分がやりたいしコーヒーだとやるべきなのかなと思ってて、寄り添うっていうのはただ自分のエゴでこれがうまいんだぜって出すっていうよりかは、なるべくみんなの普段どういうコーヒー飲んでるのかとか、実はこういうコーヒーってこういう味わいが面白くて、でも普段飲んでるのも多分好みとしては正解、でも一方でこういう選択肢もいいんじゃないかなと僕たちは思っていて、よかったら飲んでほしいなみたいな、なるべくその人の声も聞きつつ、でも自分たちのその声に合わせる商品をなるべく自分たちの、まあ、出したいものの中から選んであげる。例えば、まあ酸味は実は慣れてなくてっていう方には、まあ
中南米のコーヒー、酸はちょっとあるかもしれないけど、それよりも甘さがしっかりあってじわじわうまいんで、きっと飲みやすいと思いますよ。まあ、軽やかですけど、雑味なくクリアに、飲み終わりの心地よさとかすごい良くて、こういうところから、まあ、こういうシングルオリジンのコーヒー飲み始めるといいですよっていう風に伝えて寄り添ってあげたりとか、一方で例えばお客さんによっては、いやー自分苦いのが好きで深入りありますかっていうお客さんに、かなり浅めのジューシーなケニアのコーヒー、酸味バチバチのオレンジ感ギュンギュンなコーヒーとか飲んでもらうと、え、こんなんあるんだ、全然知らなかった、飲んでみたらめっちゃ美味しいじゃんってなって一気にハマる人もいてですね、こう声を聞いてその人の過去の経験に基づく好みに合わせるだけが全てじゃないなとも思うんですよね。で、そのなんかこう伸びしろというか、ポテンシャルがコーヒーの世界まだまだあると思っていて、まだみんなが飲んでない美味しさがきっとある。そのくらいコーヒーの味、美味しさって多様性があって、生産地の標高、土壌、気候、あとは品種、生成方法によって、全然味わいが大きな幅を持って違うんですよ。まあ、だからこそ、なんか伝えること、知ってもらうとか、飲んでもらう機会を増やすことに、まだまだまあこういうコーヒーが多くなったとはいえ可能性があるんじゃないかなと僕は最近思っています。この辺のね、考え方とか伝え方とか楽しみ方は本当にね、言ってしまえば人それぞれなんで、でも人それぞれだよねって片付けるには、コーヒーがまあ美味しくてもったいないっていう感じです。人それぞれだからこそ、まださらに好きになれるような味、出会いが僕はあると思う。これまあコーヒーだけじゃないと思うんですよね。まあ、年を重ねていって、自分はこれが好きって思ってたじゃない面白い趣味とか、食べ物とか景色とか、そういうのに巡り合うことって全然ありますよね。で、その可能性を閉ざしてしまうには人生もったいないと思うんですよ。どんどん好きなことを増やしていくのがいいと思うんで、せっかく生きるからにはなんで、まあ僕はね、コーヒー好きになったからこそ、リアルなものが好きになって、飲食が好きになって、肌に触れるものが好きになってっていうことで、例えばワインの世界興味持ったり、日本酒大好きになったり、温泉好きになったり、キャンプ自然が好きになったりとか、まあいろんなことに、コーヒーを通して、美味しいコーヒーを通して五感で感じる世界の豊かさに気づけたというか、いいなと思ったんで、まあそういう気づきがあるから、出会いがある嗜好品だからこそ、聞いてる皆さんもね、ぜひ自分は、これが好きだよなっていう風に決め込んで、他の可能性を消さずに、いろんな、まだ好きじゃないと思ってたものとか、まだ知らなかったことを食べたり飲んだり経験したりしてみてほしいなと、コーヒー屋目線からも思ったりしています。皆さんはどうでしょうか。なんか趣味増えたよとか、年重ねて新しい経験してみてるよみたいな、もし声があって最近面白いことがあれば教えていただけたらと思います。はい、そのところで、質問に移りたいと思います。いつも通り、まあこのラジオ配信では一つ二つぐらい、コメントに寄せられた、皆さんからのご質問を、いくつかピックしてですね、お答えしようと思っています。まあこのラジオ配信のコメントに、書いていただいても、読んでいるんで見ますし、一応概要欄の方にお悩みご質問フォームっていうのも用意してるんで、そこからお送りいただいても、嬉しいなと思います。っていうところで、ぜひ質問あれば何でも聞いていただけたらと思います。で、今日の一つ目の質問、読んでいきたいと思います。ふと思ったのですが、うまいコーヒーをより多くの人に伝えたいというビジョンの先にある世界で、私が飲むうまいコーヒーは残されているのでしょうか。スニーカーとか品薄ゲーム機みたいに、コーヒーが未来では奪い合いになっていたら嫌だなとふと思ってしまいました。バカな質問ですみませんが、プロ目線で見た未来を分析して教えてほしいです。よろしくお願いしますと、書いていただいています。ありがとうございます。確かにね、これね、かなり熱いテーマだし、深刻なテーマだと思います。皆さん、2050年問題って知ってますか。コーヒーの、まあ、研究によるとですね、気候変動などの要因によって2050年には、今僕らが美味しいコーヒーと呼んでいるアラビカ品種っていう品種のコーヒーの生産量が 50% 削減されてしまう、減ってしまうっていうデータ研究が出ています。それが2050年になってしまうんじゃないか。だから今から27年後なんで、そう遠くはないですよね。うん。で、一方で、飲む人とか、買う人はずっと増え続けている。特にスペシャルティーコーヒーの世界での流通量ってどんどん増えてるんですよ。なんで、
飲みたいと思う人は増える一方、作れる量とか作る人はどうしても減ってしまう未来が予想されていて、書いてくれてるみたいに、まあ品薄というか、まあ価格はね、美味しいほど上がっていくでしょうね。ここ3年とかでも大きく変わりましたよね。まあコロナの影響で輸送費が上がったとか、円安とか、原油価格高騰とか、いろんな要因はあるんで、まあ一つこの2050年問題に紐づく話ではだけではないんですけど、でも例えば僕らスペシャルティーコーヒーロースターがコーヒー生飴を仕入れる価格も、どのくらい上がったかな、 30%、 50% ぐらい上がった、 50% 言い過ぎか、 30% 上がってますね、このコロナ前と後で。例えば美味しいコロンビアのコーヒー1500円ぐらいで買えたのが今2000円ぐらいになっているとか、まあそんな感じでかなり価格は上がっています。さらに今後も上がっていくだろうと思うんで、まあ日本だけじゃなくていろんな世界中のコーヒーショップ、コーヒーバイヤーが美味しい豆を探して買ってるんで、競争が起きて、高く払わないと買えないっていうことが起きているんですけど、未来はそんなことが言われています。じゃあ何をするか、どうすべきかみたいな話をね、言うと、僕はただ今うまいコーヒーを楽しむしかないと思うんですよ。あれこれ考えても、まあもちろん細かいことで言うと、細かいって言って細かくはないんですけど、なんかこう、一つ一つで言うと、例えば、地球温暖化によってっていうことであれば、まあ、環境に配慮するような行動をしようとか、もしかしたらあるかもしれないですけど、なんか僕は、すべて、僕の感覚ですけど、楽しむ延長線上に、そういった、未来があると思うんですよ。楽しんで楽しんで、コーヒーっていいよね、こういう生産者が作るコーヒーいいよねってなるから、その生産者を大事にしようって思って、そういう生産者のコーヒーを率先して買ったりとか、そういう行動に移るんで、なんか行動を目的にしても長くモチベーションが続かないと勝手に思ってるんで、やっぱり自分の興味の矛先をしっかり持つように、まあ持つまで、コーヒーをとにかく楽しもうっていうのが全てかなと僕は思っています。だから、まあ、じゃあそういう風に地球の環境変わっていって、今までね、冷涼な涼しい環境だったところが暑くなって、どんどん暑くなって、品種の繊細な品種が育たなくなっていくとなった時に、まあ具体的に考えると、じゃあ一生産者であっても畑で生産量がすごい落ちていくと、で品質も下がっていくってことは全然あって、僕らバリ島でもね、最近暑くて日焼けでチェリーが焼けちゃってダメになっちゃったとか、寒気なのに雨が降ってチェリーが水吸って割れちゃってダメになっちゃったとか全然あってですね。で気温が高くなるほどコーヒーって早く熟すんで、早く熟すほど、密度が低いコーヒー豆になってフレーバーの総量っていうのは減ってしまう。つまり涼しい方が、豆としても密度が高くフレーバーが凝縮されたコーヒーになっていくんで、熱くなっていくっていうのは量的にも品質的にもまあ下がる要因にしかならないんですよね。そうなってくると農家さんとしてどうするかっていうと、まあ一つは、低くて標高低くて暑くても育つような、強い品種を、育てるっていうこと、まあ植え替えるっていうことですよね。でそれに関しては研究機関が、例えばワールドコーヒーリサーチって言われるようなコーヒーの品種の研究機関が実は世界にあってですね、そういうところが暑くても美味しく育つような品種を品種改良しながら研究してたりするんで、そういうところが今ね、いろんな中南米の農家さんに新しい品種を配ったりして進めてたりします。そういう品種改良とか、標高低くても暑くても美味しくするっていうことが、まあ、品種の力でできていくと良かったり、あとはシェードツリーって言って日陰を作るような木を横に植えて、まあ、影ができるんでコーヒー農園の気温を下げてあげる。そうすると暑くなっても気温が下がり、まあ、なんとかやっていけるってこともある。まあ、そういう方法が一つと、もう一つは標高高いところに農家さんが移っていくっていう方法もあって、今まで標高高すぎてコーヒー作れなかったとこが逆に作れるようになっていくんで、まあそういう発想で農園を高いとこ高いとこへ移動していく。今までは2000メーター以上の標高のコーヒーってあんまりスペシャルティでも見ること少なかったですけど、多く見る可能性もあるかもしれない。でも植え替えにしろ農園を移動させるにしても、どっちにしろ農家さんの収入は、まあその間チェリーが、植えてから実るようになるまでの 3,4 年の間収入が止まってしまうんですよ。そうなった時に、あのバイヤーである僕らがかなりこう助けになれる、援助できるような、なんなら買取保証してあげるとか、その間のまあ費用を払ってあげるとか、何らかの支援ができるくらい、僕らコーヒーショップとかバイヤー側、彼らからチェリーを買ったり彼らからコーヒー豆を買う人たちが、よりそういったまあ問題が起きた時に支援できるくらい大きくなっていったりとか、大きくお客さんを抱えてるっていう状態になる
ことで結果的に間接的にそういった生産者にも支援ができる余裕になると思うんで、そういう意味でも僕ら、まあ、消費者としてはコーヒーショップもしくはまあロースターの豆を楽しむと、そうすることでその美味しく正しく買っている、ロースターが、よりこう持続的な形になり大きくなり、その彼らが問題が起きた生産者を助けられるような余裕がある存在になっていけるといいとも、論理的に考えると思ったりもするので、まあね、将来のこと分かんないし、なってみないと分かんないとか多いしっていうのも込みで、とにかく僕らは今まあ、この奪い合いになっていったりとか価格がどんどん上がっていくっていう中では、まあどうなるか分かんないけど、とにかく楽しむっていうことで、いいんじゃないかなと僕は思っています。その中で多分ね、コーヒー屋はなるべく低価格でも、上がらなくても、値段上げなくても美味しいコーヒー楽しんでもらえるような工夫をしたりとか、生産者側も、工夫をしたりとかいうことが始まっていって、そうならない未来、そうならないようなルート、消費販売の仕方も出てくると思うんで、まあそんな憂いすぎてもなとも思ったりします。はい、まあこれに関してはまたいつか話そうとも思ってるんで、ご質問とか関連して、今後のコーヒー生産消費の未来とかに関して興味がある方は何でもコメント、あとは質問いただけたらと思っています。ありがとうございます。もう一個だけ答えていこうかなと思います。読んでいきますね。農園に行く理由、主に焙煎を行う方が農園に行くのをよく見受けられます。なぜなのでしょうか。現地で気に入ったロットを買い付けたりもするようですが、水やカッピングする環境も違いますし、その豆が日本に届くまでにかなりの時間を要してしまって、味が変わるんじゃないかなとも思います。生豆への愛着を深めるためなのでしょうか。豆の味をだけを見てその生産者のストーリーを考えてこなかったので、ひねくれた質問ですいませんと、なかなか鋭い質問で、ありがとうございます。そうっすよね。よくコーヒー屋のロースターとかバイヤーが生産地に行ってるけど、あれ何してんのって思いますよね。確かにサンプルで、豆を買うだけだったら、日本にサンプル送ってもらって日本でテイスティングして、じゃあこれちょうだいって、今時だったらオンラインで発注すればいいじゃんって思うじゃないですか。これはね、行く人によって違いますね。バイヤー、例えば生飴を仕入れてロースターに売るような、まあ、商社的な存在の人だったら、基本的には関係構築がほとんどです。要は元気にしてる、なんか困りごとない、さっきみたいなね、環境が変わっていって、あ、じゃあ僕らじゃあそれ助けるよ、それ買ってあげ、その機械一緒に買おうよ、クラウドファンディングやってみようよ、あ、こういうコーヒーが実は日本では受けてるから、こういう生産を増やした方が多分受けると思うよ。まあ、いろんなこう、一緒に作っていったり、助けたりっていう関係構築をするために、コミュニケーションを取りに行くっていうことが商社だとほとんどだと思います。まあそういうふうに、例えばうちも欲しい、ドイツの商社うちも欲しい、アメリカの商社うちも欲しい、いろんな人が例えば買いに来るように今後なっていくってなった時に、商社としてはいい素材をなるべく合理的な価格で買い続けられるようにしていくっていうためにも、うちに売ってくれるっていうことも大事だと思うんですよ。だから僕らとすごい深い関係性を持つことで、僕らにずっと売り続けてくれる、そのかおかげで僕らはお商売ができるということにも商社の立場からすればなるので、まああとはまあパッション的なこと、なんで生産者から豆を買おうとしてるのか、そういうロットをなんで買ってるのかっていうふうに考えると、彼らの生産を助けたいから、まあ彼らと一緒にコーヒーを作りたいからっていう思いも多分あるはずで、そういうのも含めて会いに行く、仲良くなる、関係性を継続させるっていうことがあると思います。で、一方でじゃあロースターとかバリスタが行くこともあって、そういう時はどうする、なんで行くのかっていうと、まあ7割が経験、視野を広くする経験だと思います。まあ旅行って言ってしまえばあれですけど、こんな生産者がこんな場所でこういう風に作ってるんだっていうのを見ることで、その帰ってきた後コーヒー屋のあり方とかを考え直したり、お客さんにどんなことを伝えようかなっていうことが決められたり、新しく作られたり、みんなにバリスタに共有されて、みんなのモチベーションになったりっていうことがあると思います。7割はその見ること、視察っていうことがあって、それとても意味があると思います。まあ気持ち的にも楽しいしね。3割は現地に行って買わないと、買えないコーヒーがあるっていうことですね。これ例えば、ダイレクトトレードっていう言葉があるんで、まあ、みんなじゃあコーヒーショップの人、まあ、例えばうちだったらライトアップコーヒーとして農園に行って、僕らが直接豆を買えるかっていうと、輸送しなきゃいけないんで、輸入の、まあ、煩雑な手続きとかを誰かやってくんないといけないんですよ。そうするとやっぱり商社の人に、このロットを他の豆と一緒に買うときに一緒に持ってきてもらって、港に届いたらうちに送ってくださいっていう風に、まあどっかプロの、商社に、持ってきてもらって買うっていう方がやりやすいし、みんなウィンウィンだと思うんで、まあすっ飛ばして直で買えたらいいですけど、まあそっちの方がかえって大変だったり、することもあって、
で、まあ、そういう意味では現地に行って商社さんが、自分たちのこうなんていうんですかね、買い付けを決める前に、いや追加でこれも一緒に買っといてくださいって言えるように、商社の意思決定と一緒に、もしくはその前に、これを買ってほしいっていうのを一緒に現地で選んだりとか、まあその商社さんとの関係構築もそうですよね。なんかもうお使いじゃないですけど、向こう行ってこういうの探してきて買ってきてみたいな感じで聞いてくれるかっていうと、やっぱ仲良く なってこそだし、まあ仲良くなってもそんなことやってくれる商社さん少なくて、一緒に行って、あこれ良かったんでこれ一緒に買ってもらえますかっていうふうに、まあそんな感じで、知れると思います。まあそうじゃなかったら商社さんが買ってきて、例えば横浜とか、東京とかの倉庫にあるリスト、まあ、コスタリカとかなんとか農園、なんとか農園、なんとかプロセス、わーっていうリストと価格を見て、これのサンプルくださいって言って、そのサンプルをテイスティングして、美味しかったら発注するっていう流れですけど、そもそもそのリストに乗らないようなコーヒーとか、乗る前の選択肢っていうものを、より買うことで、もしくは独占的に買ったり、じゃあこのロットはうちだけが買いますとか、もしかしたら商社さんと相談しながらできたりするかもしれないんで、そしたらコーヒーロースターの商品的にもオリジナリティが出るし、なんかこうよりコーヒーショップロースターが目指したいバシッとドンピシャの味わいの、コーヒーが仕入れられるんで、そういった仕入れ目的でも意味があるっていう感じで、多分現地に行ってると思います。僕もですね、来年の頭ぐらい、まあ、2月とかにコスタリカに行きたいと思っていて、生産者仲いいカンデリージャ農園のリカルド君っていう生産者がいてですね、もう10年以上ですね、11年12年ぐらい僕が本当にお家で1キロ焙煎機で焙煎してた頃から買わせてもらい続けている農家さんがいてですね、代替わりしてその息子、まだ若くて26とかですね、そのリカルド君がコーヒー作ってるんですけど、そのコーヒー作ってる現場、そんな10年も作ってるからこそ見に行きたいと思ってるし、東京にも来てくれてですね、お店にも実は去年、初めて来てくれて、商社さん経由で買ってるんですけど、商社の方が実は10年以上買い続けてるロースターいるよみたいな感じで、じゃあ行きたいって言って来てくれて、お話してすごい意気投合して、めっちゃいいやつで、どんな味がみんなに受ける、新しいロット欲しかったら全然専用で作るよ、実はこんな品種もあって、こんな生成方法もトライしててどうみたいな言ってくれ、すごい熱心でいいなと思って、で僕としても向こう行って、まだ日本に来てないような品種とか、その農園で言ったいうところの、ロットの分け方とかも、全然新しくトライする。例えば生産者ごとに分けるっていうことをあまり多くやってなくて、20いくつかの農園の豆を一つの生成所でまとめて作ってるんで、もしかしたら農園ごとに小さくロット分けすると手間かもしれないですけど、その分分けると、この農園のこの日同じ品種はこんな味、同じ品種だってもこっちの農園だったらちょっとこんな特徴みたいなのも分かると面白そうだなと思うんで、例えば同じカンデリージャの同じ品種で同じ生成方法だけど、農地の場所違いのロットをいくつか買うとか、マニアックかもしれないですけど、なんかそういうのをやったりとか、もっと生産者にお話を聞いて、どういう思いで、どういうとこが大変で、何が楽しくて、やってるのかとか、スペシャルティーコーヒーを作ることでどんないいことがあるのか、僕らはそれを売ることにどんな意義があるのかっていうのを噛み締めて、コーヒーを売れるようになりたいなとも思って、そんな長く買い続けてる農家さんに僕も行きたいなと思って行こうと思っています。まあ生産者に会いに行くっていうのはそういう感じのモチベーションかなと思ったりします。またコスタリカに行く話は別の機会、来月でも行く日がね、行く月が近くなってきたら話そうかなと思っています。はい、というわけで、12月の、1日のラジオ配信こんなところで、ちょっと前回よりも長くなったかもしれないですけど、また定期的に、ラジオ配信やっていきたいと思っています。実はもうすぐメルボルンに、行く予定で、メルボルンに行ってきた、メルボルンのコーヒー屋で、見てきた話とかはまた次回、できればね12月中もう一発できたらいいかなとも思ってるんですけど、ちょっとまあどうなるかわかんないんで、もしできたら、すぐしたいなと思っています。そんなわけで、今日も、ラジオ配信聞いていただいてありがとうございます。ぜひ次回のラジオ配信も聞いていただけたら嬉しいなと思います。ではまた。